マジでブリッジス渡したくない。<laughs> そう、最近ね、噂であるのが、マイルズ・ブリッジスがフェニックス・サンズに行くかもみたいなね、噂がありますね。で、サンズとしては、もうセカンドエプロンを超えてるチームだから、来年になるとさらにトレードに規制がかかって、確かもう出す選手よりも高い金額の選手は絶対取れないみたいな状態になっちゃうのかな。仮に10ミリオンの選手出したら、前までだったらまあ12ミリオンとか13ミリオンぐらいまでの選手だったら取れて だけどそれがもう10ミリオンよりちょっとでも超えたらはいアウトみたいなだからちょうど10ミリオンかそれ以下の選手じゃないともうトレードでゲットできないですよっていうそういう規制がかかってしまうんだよねだから今のうちにこう補強できるならとことん補強しておきたい、まあ、っていうので来たのがデビンブッアジェブラッドリービールだったりはするんだけど、まあ、ビール来ても、まあ、なかなか勝てない状態も続いて、まあ、今ちょっと調子取り戻してきたけどでもまた今日みたいなうがいない負け方して だからまあ、フロントとしては、もう、がんじがらめになる前に、まあ今も、だいぶがんじがらめなんだけどね、もう1巡目も1枚も出せないし、2巡目も4枚しかないから。ただ今、マイルズ・ブリッジスが7.9ミリオンなんだよね。あの能力にしては、めちゃくちゃ格安で、本当は25ミリオンぐらい、もともともらってた選手だったけど、まあ、DV の事件で、ね、あの、ホーネッツが、もう彼とは契約しませんみたいな、なって、一応、QO で、QO で1年、短期契約みたいなね。1年 するみたいな感じの契約にはなったけどそうただ、えっとね、ホーネッツも、じゃあ、マイルズ・ブリッジスを、こう、そんな、ね、簡単に出すのかっていう問題あると思うんだよね。っていうのも、能力は一級品だから、ただまあ、彼を残しておくってなると、えまあ、ブランド、ホーネッツっていうチームのブランドに傷がつくかもしれないっていうリスクもあるしっていうので、まあ、ホーネッツもトレード出せるんだったら、一応出そうとは考えてるっていう状態ではあるんだけど、ただまあ、 言うても、そんななんか、ただで出すみたいなのは、まあ、本当はやりたくないよね。で、サンズに出すってなると、もう、ただ同然じゃん。一巡目もらえないの確定してるし、あとは、7.9ミリオンに合わせるサラリーって言ったら、もう、リトル、メトゥ、ディオプ、渡辺、その辺の選手とのトレードになるから、ホーネッツからしたら、まあ、いらないよね、普通に。渡辺ゲットしてもな、何になるのって話になるし。だから、二巡目を、まあ、少しもらえる程度。 とっていうただなんでじゃあこんなにサンズが今マイルズ・ブリッジス獲得に、えー、名を挙げるかもしれないみたいな言われてるかっていうとブリッジスってあのトレード拒否権を持ってて、えっとね、短期契約をした選手は。 違うえー、とその選手が1年契約するじゃん。で、その後に所属してたチームから、例えばじゃあ、ホーネッツだね。ホーネッツからマイルズ・ブリッジスが、ラリーバードもしくはアーリーバードの権利が得れるっていう特殊な状態がたまにあるのよ。例えば、マイルズ・ブリッジスだと,、えー、と、ルーキー契約で3年いるでしょ。だから3年いるから、えー、ラリーバードの権利を得れる状態にはなってるんだよね。で、その上で1年契約っていう短期契約を結んだから、 一年契約でありながら、ラリーバード券を持ってる状態になるっていう、ちょっと特殊な状態になるのよ。別の選手だと、例えばグリフィンとかドラモンドみたいに、一年契約を行ったり来たりしてる選手って、あの、バード権がノンバードになっちゃうねよ。一番こう、安い、次の契約に、あの、あんまり有利に働かない権利になっちゃうのよ。なんだけど、マイルズ・ブリッジスの場合はもう、そのチームにね、3年以上いて、で、からのそのチームと、もう一回一年契約。 っていうので、普通はノンバードなんだけど、なぜか、えラリーバード券をもらえるみたいな感じで、で、そうなると、トレード拒否権が与えられるっていうルールになってるね。っていうので、フォーネッツからすると、まあ、能力は一級品ですと。ただ、まあ、いわくつき物件だよね。DV 事件を起こしました。彼を獲得するチームは、もしかしたらチームに傷、ブランドに傷がつくかもしれないっていう、まあ、自己物件なわけですよ。ただ、能力は一級品。だから、こう、まあ、もちろん、 もらえるもらえないっていうところまでは欲は書かないけども。 まあ、ちょっと、こう、使いそびれてる若手一人ぐらい要求できるぐらいは、多分、ホーネッツも考えてるのかなっていう気はするんよ。例えば、ウォリアーズで言ったら、ムーディーちょうだいとか、そのレベルだったらワンチャンいけるんじゃねって考えてると思うんだけど、ところがどっこい問題なのが、マイルズ・ブリッジスにはトレード拒否権があるっていうので、仮に、例えば、ピストンズとか、ね、スパーズとかに、いい若手がね、使いそびれてるいい若手がいたとして、じゃあ、ホーネッツとトレード、 ピスパーズとトレードで仮になったとしても最終的に「いや最近チームには行きたくない」ってマイルズ・ブリシスが言ったらトレードできないからってなるとサンズにめちゃくちゃ今チャンスが回って。 来てる状態サンズに行けば優勝できるっていう可能性もすごく高いし、うん、っていうもうマイルズ・ブリッジス次第になっちゃうみたいなねだまあ一番はそのマイルズ・ブリッジスと安値でまた長期契約今の契約切れて次の契約からまた放熱とやるみたいなそうなるのが。 本当は一番いいんだろうなとは思うんだけどただこれももうマイルズ・ブリッジスが本熱に残りたくないって言ったらそれまでだしで結局タダで出ていかれるっていう状態になるぐらいだったら、まあ、サンズの2巡目、まあ、1枚2枚何枚になるか分かんないけど、まあ、リトルプラスワタナビプラス2巡目2枚とかね なんかもうそういうのでも、ただで出ていかれるより全然マシっていう判断を放熱はするかもしれん。っていうので今、サンズが、ね、来年からもうトレードに制限がかかりまくってがんじがらめになるとか、だか多分来年になったらマイルズ・ブリッジスを取るみたいな動きも、めちゃくちゃしづらくなっちゃうと思うんだよね。だから、サンズからしても今動きたいし、放熱にしても、まあ今言った問題とか、状況的に、まあワンチャン出すんじゃないかみたいな。 そんな感じで言われてますね。今は人間性に厳しい時代だから価値は相当低い。そうね。だから、ただまあ、それもオーナーがどう考えてるかだよね。難しいよね。その、じゃあ、ダラス・マーベリックスとかも、そのね、カイリー・アービング獲得したわけだけど、 あれも、なかなか勇気のいる獲得だったと思うし、でもそれもオーナーが、いや、大丈夫っしょう、言えば大丈夫なんだろうし。あ、森森草林大森光美子さん。すばらしい、ありがとうございます。初スパです。春さん的にサンダー優勝ありますかシェイしか勝たん。まあ今、西の1位ですからね。ウルブズが唯一負けてるチームだから、順位的に。サンダーの優勝がないって言っちゃうと、それは同時にウルブズの優勝もないみたいな。 ことになってしまう気がするからあんま言いたくないいんだけどうんいやでもあるあ,あるんかなあ,あるって思いたくない自分もいいんだよな仮にサンダー優勝してみルール変えなきゃいけないんじゃないのこのソフトキャップ制度しかりドラフトの制度しかりこれサンダーが勝ったらあの根本的な NBA のルールを変えなきゃいけないんじゃない 1>, 1巡目30枚持ってるチームが優勝しちゃいけないでしょ。基本的には。基本の考えとしてはさ。1巡目めっちゃ持ってるやつは再建してて、1巡目全く持ってないやつが優勝するっていうさ、それをね、バランスの指標として、アダム・シルバーは考えてると思うから。あ、もう1巡目は15枚か。失礼しました。 券全部トータル合わせて30枚ぐらいでも1巡目は普通7枚だからね自前の指名券を毎年1枚ずつで普通7枚だから7枚よりも多かったら指名券多いし7枚より少なかったら指名券少ないしその上で15枚でしょで倍あるっていうのがす,すごいよくてその1巡目は将来的に2年連続自分の持ち物からなくなってはいけないっていうルールあるじゃん あれの効力がやっぱすっごい強いから、それゆえスーパースター獲得できなかったみたいなチームもたくさんあると思うんだよね。なんなら今、レイカーズとかもそうじゃん。指名権が2029年のしか出せなくて、でも29年の指名権なんてさ、何が起こるか分からんやん。その時レイカーズが強くなってる、なってないわかんないし、どんな選手が29年にドラフトされるかも全くわかんないから、咲きすぎて欲しいと思うチームなかなかいないと思うんだよね。 けどもこれもその1巡目は2年連続なくなってはいけないっていうルールがなければさレイカーズももっと柔軟なスター獲得の道があったと思うんだけどそれで縛られてるチームがたくさんある中で1巡目が14枚以上あるってそ,のそれって数があるのもすごいんだけど何よりもすごいなって思うのがどの指名権を2年連続出してももう1枚あるわけじゃん。 24年のを出してもまた24年のはあるし25年のを出してもまだ25年のはある、まあ、全部今2年ずつ持ってる前提で考えてるけどだからもう2425262728っていうこの連続した指名権をトレードアセットとして組み込めるっていうこれがめちゃくちゃ強いよな OK、はラグジュアリー払わないからそのうち落ち落ると思ってるさまあタックスが問題なのもあるけどやっぱ指名権は正義じゃないそのサラリーダンプのために一巡目使うっていうやり方もできるじゃん指名権をたくさん持ってるはやっぱ正義だよ何でもできるよだからサラリーが問題とかぶっちゃけどうでもいいと思うけどな問題なら指名権で解決すればいいじゃんその単年の例えばラウリーみたいなさ今年までの契約の選手を獲得するとかでもいいし ででもできちゃうからいやだからダメないよ今サンダーが1位であることはダメないよマジで。<laughs> やばいって、普通に。ウルブズなんとか阻止してくれ。でも、ウルブズ vs. サンダーめちゃくちゃ面白いぞ。もう今3試合やったんだけど、3試合とも、あの、お互いの作戦、ゲームプランが全部違うから、ダブルチームの生き方とか、うん、ウルブズのペイントの脅威をサンダーがどう守るか、みたいなのも、毎回違うやり方で戦い合ってるから、サンダー vs. ウルブズはね、これプレイオフめちゃくちゃ面白いと思う。まあ当たるとしたらファイナルだけど、いや、ウルブズ vs. サンダーのファイナルとか、 やばいな誰が想像したんだろうね世界で一人いるんかな一人もいないんじゃない西のファイナルサンダー vs ウルフズになるって予想した人ああカンファレンスねカンファレンスファイナル、ね、リーグは求めてなさそう確かに <laughs> それなレイカーズ vs ウォリアーズとかになってほしいんだろうね